ヘンダーソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は78,532人であり、2000年の73,277人から7.2%増加した。軍庁所在地はアセンズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス共和国の初代検事総長、かつ 国務長官を務めたジェームズ・ピンクニー・ヘンダーソンにちなんで名付けられた。ヘンダーソン軍はテキサス州がアメリカ合衆国に編入された翌年の1846年に設立された。1850年に当初の領域が減らされ、現在のものが確定した。この編成外で新しい軍庁所在地を決める必要性が生じた。住民投票が行われ、 アセンズの街が多くの木の下の群長者の場所として選ばれた。1939年から1941年、1947年から1949年にヘンダーソン軍戦出テキサス州議会議員を務めたジェームズ・ C ・スペンサーが1949年から1950年代までヘンダーソン軍判事を務めた。ヘンダーソンは第二次世界大戦中に フィリピンで起きたバターン氏の行進の生き残りだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は949平方マイルで、あり、このうち陸地874平方マイル、水域は75平方マイルで、水域率は7.88%である。アセンズ市にある、多くの木の下の軍庁舎名番、ヘンダーソン軍平和士官協会記念日アセンズ市にある、 バイオリン弾き協会記念日以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヘンダーソン軍はダラスフォートワースメディア市場に属している。地元ではテレビ局10局から放送が流されており、近くのタイラー、ロングビュー、ジャクソンビルのメディア市場からも視聴できるものがある。ヒューストンプレスのポールナイトが2009年の記事で1965年に解放された。 人工庫のシーダークリーク庫の開発を非難している人がいると述べた。この湖周辺の開発で、軍内と東テキサス地域に犯罪者と気晴らしのための麻薬使用者が入ってきたということである。引退したパイロットでヘンダーソン軍住民のキャロルダイソンは、ヒューストンプレスのインタビューに答えて、この湖は大都市圏からのホワイトフライトを引きつけたと語った。 さらにダイソンは、ダラスやヒューストンの裕福な人々がここに移動してくると、彼らに泥棒が引き付けられる。泥棒がその方向に結び付けられる。ヘンダーソン軍では、昔家に鍵をかける必要がなかった。とも付け加えた。ヘンダーソン軍保安官のレイナットは、同じ記事で、湖が最初に公開された時、地区割がなく、多くの高齢者が移動住宅を購入して、 ここに入ってきた。それは良いことだった。その後彼らは亡くなり、家族が家を売却するか放置した。と語り、湖周辺の地域には多くの善良な人々がおり、また多くの犯罪者が流入する傾向にあるとも語った。ありがとうございます。